福岡ビルは、かつて、福岡県福岡市中央区天神一丁目11番17号にあった商業ビル。地元では、福ビルとも呼ばれた。大手私鉄である西日本鉄道が所有し、同社の本社が入居していた。再開発のため2019年3月末をもって、閉館し、ビルは解体されている。福岡県西方沖地震によって、ビルの窓ガラスが割れ、地面に降り注いだ。 1958年8月に、当時の福岡郵便局及び隣の安田新託銀行の跡地に着工し、総工費25億円を投じて1961年12月31日に、竣工した。建設にあたっては、1955年8月27日未明に108店舗中66店舗を、消失する火災が発生した天神町市場跡地に、商業を、 文化施設、ホテルなどを入れた福岡ビルを建設する計画を立てたが、天神交差点脇の福岡郵便局と旧橋口町の福岡銀行本店予定地を交換する話があり、これに対して地元から天神交差点付近を賑やかな町にしたいの要望があったことから、福岡ビルの予定地を含め三角交換するという方法で建設することになった。当初、 地下及び低層階には、旧天神市場からテナントが入居する予定だったが、資金に行き詰まって工事が中断したため、入居は少数に止まった。そのためテナント構成が見直され、それまで大名町にあった西鉄本社も1962年4月29日に、東ビル内に移転している。当初は1956年に西鉄や地元財界の協力で設立された、 福岡ビル株式会社が運営していたが、1963年4月25日に、同じ西鉄グループの九州土地工業が同社を、九州合資・西鉄辞書に社名を変更。西鉄辞書は1971年4月1日に、西鉄に九州合併され、以後は西鉄が、当ビルを所有していた。屋上には、当初、天神福岡空港間の旅客輸送等を目的に、 ヘリポートが設置されたが、試験飛行の段階で、反対意見が相次いだため、正式に強用されることなく、ビアガーデンに転用され、毎年夏に営業していた。2005年3月20日の福岡県、西方沖地震ではこのビルの窓ガラスが割れ直下の、歩道に破片が落ちた。これは、窓ガラスの取り付け方法が、窓枠が窓ガラスの揺れを吸収しない古い工法だったのが、 原因で地震後すべての窓ガラスについて取り付け方法を改良し取り替えている。2010年12月3日、福岡ビル脇に設置された同ビルの地下街に誘導する案内看板が歩行者の女性に当たり女性は軽傷を負った。後に警察の調べで原因は看板に固定されていたネジが腐食しており、強風の影響で看板が外れたと思われる。 2018年8月3日に、福ビル外区建て替えプロジェクト第1期事業の計画が発表された。計画の概要は、福岡ビル、天神コアビルを一体的に建て替えて、地下3階と4階を駐車場、地下2階から4階を商業施設、5階と6階をスカイロビー、8階から17階をオフィス、そして18階と19階をホテルとするもの。 当初は、東ビルと天神コアビルを第一期事業として建て替える予定だったが、2019年11月に4モールとの間で合意が行われ隣接する天神ビブレも含めた同時開発に変更になり、当初の計画の約1.4倍に拡大することになった。再開発計画に伴い、東ビルは2019年3月31日に閉館し、解体された。 新ビルは2024年3月竣工、同年夏開業の予定である。地下で、福岡市地下鉄空港線天神駅、天神地下街、天神コアと接続していた。ありがとうございます。